今回は渦巻きナルトが暁入りする F 展開について読者の反応集をご紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。まあこうなっても文句は言えんが。逆だったかもしれねえ。ナルトは暁に入ってもろくな師匠いなくてダメそう。ペインはともかく割とイタチが師匠になりそう。サスケは歪む。イタチが教えることなくない？キサメから物量攻撃学ぼう。チャクラ量が多いからいろいろ覚えれる。ジライアも暁に入ればいい。長戸と一緒に行動してそう。人中力って暁のメンバーにしてもらえるのだろうか。最後に自分の身を捧げるみたいな決心あれば平気じゃない？こうなってない方が逆に奇跡なんだよな。イルカ先生が生きてる限り何があってもこうならないと思う。なるほど。つまりイルカ先生が殺されれば？つまりヨウジライヤとイルカ先生が揃って犠牲になってクソみたいな殺しやらされた挙句、ナルトの手で殺されればいいんだろ？額当てに線が入ってないのが意味深。額当てはイルカ先生がくれたものだからな。なんやかんやでコナンと長戸は可愛がりそう。保護者がいないと暁に入ってテロ起こすぜってなる前に誰かしらに九尾パワーだけ利用されそう。なんでこうなってないんだ。火影に憧れてる部分は小さくないと思うし、まずはそこから崩そう。イルカ先生とジライアがこの葉に殺されたらこうなる。つまりナルトと仲良くしてるイルカを里の人たちがいじめて自殺。これぞ日向お前うざいってばよになるのか。立ち位置的に結局くっつくのは変わらないからよし。ナルトが暁に落ちてもアシュラの転生者には違いないから、事態は相当ややこしいことになりそう。ナルトがこうなったとしてサスケが抜け人にならない未来が見えない。しかし絶望的に似合わないなこの街灯。おい誰かこいつに最終的に美獣抜くぞって説明した？この歯が潰れた後なら俺の命くらいどうでもいいってばよ。俺が十尾の人中力にもなれば問題ないってばよ。長戸から暁の真の目的は世界平和って聞かされてんだよ。俺の命と引き換えにこのクソみたいな世界を平和にできんなら命くらい好きなだけくれてやるってばよ。やめろ。寂しかったんだよな、あの時にそのままイルカ先生死んだとか。ハーメルンにありそう。ハーメルンにあるのはザブザさんについていくやつとマダラについていくやつと、闇落ちしたジライアについていくやつとナルコになったせいで桜からガチで恨まれてるやつと、孤児院でカブトやタカメンバーやオトニンたちと義兄弟になってるやつしかないぞ。そなんに。ナルトは本編がクソ重いせいでイフルートいっぱい作られるから。どの道ろくなやつじゃねえんだの時に里を抜けたらどうなるかって。まあナルト読んでたら一度は妄想しちゃうよね。カカシ先生のメンタルが死ぬぞ。七班全員メンタル行くわ。ナルトが落ちた分サスケが闇落ちしてなければ。イルカ先生とラーメン屋がなかったらこうなってた。トビリンに師匠やってもらおう。ジライア死んだ時は本気で分岐点だったと思う。ぶっちゃけナルトが闇落ちする時はサスケも似た感じになりそう。最後九尾抜かれて殺されるの分かってでもこの葉復讐するとか悲しすぎるな。この葉は潰す。だってばよとか言わない闇ナルトの口調そのまんま。イタチがナルト連れてって車輪ガン入れられたやつは見たな。カカシ先生にお前ナルトかって言わせるのはあまりにも。キュービは最後だから全員集めた後自分の身も捧げるってのがラスボスムーブすぎる。そんで哀れんだ長戸がナルトを輪廻転生して長戸の石と輪廻ガンをついでついでに十尾の人中力になる。この葉に復讐してその上で自分の命と引き換えに長戸に世界を平和にしてもらうつもりで。キュービを抜いてもらうナルト長戸が命と引き換えに輪廻転生で生き返らせて曇るナルト。多分長戸とコナンには可愛がられてたナルト。イタチの真実を知ったサスケのポジションに収まれるな。ラーメンばっかじゃダメよ、野菜も食べないとって二人きりの時はコナンが可愛がりそう。反対に長戸と二人きりの時は自由に食えって甘やかす気がする。パパとママかよ。めっちゃ居心地いいわこれ。このルートでもラーメン好きなままなのかな。イタチ兄さんも甘いのは好きなままだったし。ダラセンとイルカ先生の心が壊れてしまう。まあ多分こうなる時にはイルカ先生も死んだりしてそうだけど。闇落ちしてる映画なかったっけ。メンマのやつか。正直あれ見たからこそナルトがわかるってばよ。してクラマと悪い方向に同調するって説に。やたら説得力が出るんだよな。
もともと長門本体はそう長くないんで目的ほぼ達成したし、ナルト生き返らせてやるかは十分ありそう。オビトとは仲良し。オビトとナルト二人でカカシを勧誘しに来たらヤバいと思う。結局暁も最終目的世界平和なのが立ち悪い。なくしたものリスト一楽のうっちゃんイルカ先生地雷や。そしてサスケは抜け人。暁がどんどん王女体になっていく。人間関係はすごいいい職場だから規模が広がるのは当然なんだ。悪の大国この葉を潰す。一部時点だと自分の力と存在を認めさせるための手段として火影に執着しているので、そこを別の方向に歪めてお膳立てすれば割と容易に起きそうではある。なるほど、単純に自分を迫害したこの葉と里の奴らへの復讐だとカカシも読者も思っていたが、実は本当の目的は復讐ではなくこの悲しみと理不尽しかない世界を変えたい。長門に世界平和を実現してもらいたい。人中力という悲劇と迫害しか生まない美獣をすべて封印したい。そして美獣をすべて集め終わったら最後に自分の九尾を抜いて自分の命と引き換えに、世界平和を実現してもらうことで間接的に自分のことを周りに認めさせたい気持ちからだったと。これ誰も説得できないやつだ。八尾仲良く友達になってる B さんなら新しい可能性を示せると思う。輪廻転生、兄弟子の最後の親心で生き残っちゃうの美しい。俺は戦場に行く長門の意思を無駄にはしないってばよ。この派潜入した時にキサメとイタチとナルトであの暁衣装のままラーメン屋入るのはわかる。暗部が監視してるのをそれとなく気づくも残したらおっちゃんに怒られるってばよ。って言われて完食するキサメ。蜂蜜入りハーブティーも頼むキサメ。カカシ先生も暁入っちゃいなよ。最後はガイが八門開いて友倒れになるな。頼れる仲間たち。地雷や意外戦力にならねえ。メンタルケア胃袋力頼れる仲間すぎる。一楽のおっちゃんの帽子がカラチェンしててダメだった。暁全員で一楽のラーメン食べる光景が見えそうだな。ヤヒコの面影をナルトに見ちゃうんだ。しかし正直キツネ由来やキツネもじりのかっこいい忍術はめちゃくちゃ見たい。美獣抜かれる時に両親に説教されるのか。ツーマンセル組むならペインかな。暁はあれで本当に人間関係いいから実は誰とでも問題はない。格図のじいちゃんはケチだってばよ。嫌われたくなくてナルトの小遣いを増やす格図。サスケが抜けた後でこうなったらと考えると本当ね。キサメと組んでチャクラ寮の暴力してるのみたい。どの道ろくな里じゃねえんだ。最終決戦で井戸天されたホカゲたちに恨みごと吐きまくるナルトみてえな。それやったら港がもう出ない遺液を永遠と吐き続けると思うよ。三代目がさすがに自殺しちゃう。お前らが美獣を捕まえたから俺たち人中力は犠牲になったんだ的なこと言われる初代たち。初代あんたが人中力生み出したせいで俺は偉い目に二代目なんだよ、あの江戸天生はよ。三代目もう口も聞きたくねえわ。四代目何父親ずらしてんだよ、人中力になったせいで俺の人生辛いことばっかだよ。上の二人はノーダメージだから辛いな。わしもそう思う。二代目のレス。サスケは逆に里にいても美味しいし、暁がマジで放置できなくなったので裏切ったイタチと共闘してもいい。サスケの方はまともになってそうな感じする。自分よりキレてるやつ見るとかえって冷静になるしな。息子までこうなってる状況じゃオビトにめっちゃ責められそう。お前のせいじゃい。サスケも抜けてるし、桜にもなんだかんだ退場してもらって一人残されるかかし。なんでこんなに立場交換ネタが面白いんだ。逆だったかもしれねえ。逆だったかもしれねえ。影分身やめろ。ナルト疾風伝にあやかってナルト逆風伝と命名しよう。美獣を集めている暁に九尾の人中力が所属している展開やめてくれかかし。そういう展開は俺に聞く。これで擦れてるとかでなく、長門が父代わりみたいになっているとその術は俺に聞く。ナルトから九尾を抜き取るかどうかで確実に対立が起きるやつ。それまで面倒見よかったキサメとかが敵になるの悲しいな。九尾を抜き取るか、集めた美獣をそのままナルトに入れるかで意見分かれるな。ナルト本人はその気でメンバー全員ナルトに好意的だからこそ起きる対立いいよね。いいよね、ナルトの自身を犠牲にしてでも世界平和を実現させるって意思を尊重して、九尾を抜き取って世界平和を実現させよう派と大切な仲間であるナルトを失いたくないから、
ナルト自身を十尾の陣中力にすることで世界平和をその手で成し遂げてほしい派が、ナルトの処遇をガチで言い争うの。イタチさん、私はどうやらろくでもない人間でもないようですね。ずっとナルトのそばに立つキサメ。激圧展開で草。こういう悪役で正義の味方から何を言われても全くブレない奴が、ふとしたことから一緒に行動していた相手に自分の想像以上に感情が揺さぶられて、らしくない行動取っちゃうのよいよね。最後の最後にやけくそでキュービ自分で抜いて下道魔像不完全な状態で起動させるやつ。なんだかんだ全員から可愛がられて全員から教えを受けた怪物が誕生しそう。ナルトを生かしたい派と使命を果たす派でメンバー間に亀裂が入りそう。暁メンバー全員から可愛がられるナルトなら見てみたい。デイダラの兄ちゃんの言う芸術はよくわかんないけど爆発はすげえってばよ。みんな特殊なは死ぬほど後悔しそう。まあ、もう死んでるんですけどねわら。皆さんは渦巻きナルトが暁入りするイフ展開についてどう思いましたか？コメント欄で教えてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。